羽幌線は日本国有鉄道が運営していた鉄道路線。北海道ルモイ市のルモイ駅でルモイ本線から分岐して日本海に沿って北上し、手塩分幌延町の幌延駅で宗谷本線に接続していた。国鉄分割民営化を2日後に控えた1987年3月30日、全線が廃止された。もともとは羽幌ロ城の炭鉱開発と運搬。 そして、二シの輸送を主な目的として建設された路線だった。大きく、ルモイ駅ハボロ駅間とハボロ駅ホロノベ駅間に分けられ、この二つの区間がそれぞれ、ルモイ駅とホロノベ駅を起点として、南北から建設が進められた。ルモイ駅ハボロ駅間は、軽便鉄道法により、計画され、国有鉄道ルモイ線の支線として1927年10月25日に、 開業した路線である。1931年8月15日までに、古丹別駅までの区間が開業した後、同年10月10日に、ルモイ線から分離され、ハボロ線に解消された。ハボロ駅掘延期間は、改正鉄道不設法別表第144号に、規定する、手塩国ハボロより、手塩を経て、下猿別付近に、イタリル鉄道である。 1927年8月には、朧延村長の高橋文之助から、農林政務次官東部に宛てた陳情書の中には、円別線鉄道測定の件が挙げられていた。1932年2月には、幌延、手塩間の線路選定が終わり、1935年6月30日に、国有鉄道手塩線として、幌延駅手塩駅間が開業。 1936年10月23日には、手塩駅延別駅間が、延伸開業した。これらの建設工事は、太平洋戦争により一時中断したものの、1958年10月18日に、最後の未開通区間である、初産別駅延別駅間が開業。これに伴い手塩線が、羽幌線に編入され、ルモイ駅幌延駅間が全通した。なお、 開業当初は、羽幌線の列車は、ルモイ駅を発車した後、深川方面の東ルモイ信号場まで 1.3km 走行し、同信号場でスイッチバックして、羽幌方面に北上していた。これを解消するため、1941年12月9日に、ルモイ駅三泊駅間が新線に付け替えられ、ルモイ駅にも羽幌線用の4.5番ホームが新設された。 なお、東ルモイ信号場ルモイ駅間は、ルモイ本線、羽幌線の重複区間だったが、新線付設と共に解消され、東ルモイ信号場も廃止された。全通後、炭鉱の閉山と、二進量の不振、沿線人口の減少によって、貨物、旅客の輸送量が減り、平行道路の整備も進んでいたため存在意義を失っていった。国鉄再建法の施行に伴い、 1984年6月22日に特定地方交通線に選定され、北海道旅客鉄道へ承継されることなく、国鉄分割民営化前の1987年3月29日、限りで廃止。本路線の廃止が国鉄最後の路線廃止の事例となった。なお、ルモイ駅、ルモイ本線は、ハボロ線営行時廃止当時の表記で、 ハボロ戦敗死後の1997年4月1日に、それぞれ、ルモイ駅、ルモイ本線に変更されている。全線が、国鉄旭川鉄道管理局の管轄であった。大沢トンネルハボロ線の橋梁兄弟が残っている。廃止直前の普通列車は全線直通が6往復、さらに区間列車が運行されていた。優等列車としては、 1962年5月1日から、札幌駅深川駅留モ駅ハボロ駅、幌延ノ駅間を直通する急行、ワボロが一応往復運行されていたほか、ルモイ本線の急行、ルモイが、ハボロ線内に普通列車として乗り入れていた。さらに、観光シーズンには、臨時急行、手売りも運行されていた。ワ、ボロ、ワ、ボロは、札幌駅ルモイ駅幌ロノベ間の、 急行列車として、1962年5月1日から、一往復のみ運行されていた。1986年11月1日に急行、ルモイと共に廃止され、これによって、羽幌線の優等列車は消滅した。運行開始から廃止まで2両編成で運行された。この列車の札幌駅幌延期間の所要時間は、宗谷本線経由の急行列車、宗谷と、 ほぼ同等であった。ルモイカリ条項上には営業記録が設定されていなかった。括弧内に実機路を記す。羽幌駅と宗谷本線名寄駅間には、戸間前丹田が産出する石炭の輸送や、沿線の森林開発などを目的としてとされた名は、線計画があったが、結局開通することはなかった。詳細は、新名線名和線の項を参照。 ハボロ線の廃止代替バスは、沿岸バスが運行している。2019年8月現在、ホロノベルモイ線、諸三別ルモイ線、ハボロルモイ線、上平湖端別線など7系統が運行され、一部は、ハボロ線の運行範囲以外のルモイ市立病院や、豊富駅まで乗り入れている。ハボロ線運行区間に相当する、ルモイ駅前ホロノベ区間の各区間のバスの本数は、 以下の通りである。また、これとは別に、ハボロ千円線地域と札幌を結ぶ特急は、ボロ号もあり、札幌よもいハボロ、豊富間でご往復運行されている。ありがとうございます。